さあ皆さんお待ちかね、みんなの憧れの職業警察、警官署。おや君は、教会所に働かせていただく正義です。そうか、君が正義か。僕の名前は有田。取調室だって。いい天気な取調室。中学生ぐらいの女の子取り調べ。化粧をしていてリップクリームを塗っているようだ。僕は対面した。あ、そう。以上、めでたしめでたし。説得できるか、説得。取り調べ開始。ヒント、リップクリームはどこ、ここはどこだよ。持っている&使っていない、持っている&ポケットX か B か、じゃあ B、 持ってないわよ。少しはやるじゃないか。何がやねん。捨ててきた。食べちゃったんだよ。ヒント、リップクリームを塗っている。唇が潤っている。桃の香り、桃の香り&制服、桃の香り&制服。ではなぜ君の唇が潤い、みんなの憧れの職業警察ほう。あ、ゲームオーバーって出てたね。見えなかったね。ああ。これはひどい。もう絵が変わんねえもの。ついに。リップクリームはどこ？ヒント。持っているアンド使っていない。X、持ってないわよ。みんなの憧れの職業警察。B だったか。うわ、めんどくせえ、もうやりたくねえ。B を連打しておきましょう。少しはやるじゃないか。で、これが X。 おかしいじゃないか。ん？君の唇が潤い、おかしいじゃないか。う、ごめんなさい。僕はこうして取り調べの基本を学んだ。なるほど。万引きは犯罪だ。2、なんや。今日も平和。サイちゃんが来るぞ。
警官士の顔、有給を取っていたんだよ。お、やってきたな。おはようございます、細です。はじめまして、正義と言います。あなたが新人さんか。パトロール、はい、はい、そうです。絶景スポット、ほう、とっても景観がいいのよ。椅子だらけ、回転寿司。ここは、おう、回転寿司だ。いくら丼大盛り、特選極上大トロ尽くしセット。僕はひどく咳込んだ。なんだこの寿司は。酢飯の部分の半分が練り生姜。次は味噌汁に入れてみようぜ。いいね。は？はあはあはあ。パクれや。僕は彼らを叱ることにした。君たち寿司を粗末にするんじゃない。俺たち何もしてねえぜ。練り生姜。ヒント、生姜が入っている。量&お茶、量&味噌汁。はぁ、量&味噌汁。君たち味噌汁の傘が増えてるじゃないか。うぜえよ、さっさと俺たちの生姜寿司でも食ってな。自白、権力を示そう。ヒント、自白&もう食べた、もう食べた&警察手帳 B。 なに、まずいよ、帰ろうよ。俺に超えたらもうこんなことをするんじゃないぞ。なぜわさびじゃダメだったんだ。もう雲だけだ。360度ぐるりに空が目に入ってくる。ぐるりに下界を見下ろす。うん、なんだ、騒がしいぞ。目いいね。地面じゃなかったか。そういえばここは自殺の名所。ああ、そんな説得じゃダメだ。とても危険だ。危ないので中に入っていてください。警察です。人混みに消えた。飛び降りそうな雰囲気なんだ。雰囲気か。行くよ、くらましたのよ。取り調べ。取り調べかな。ヒント、自由。もうわからん。何言うとか全然わからん。時間&取り押さえる。時間&恋愛。時間&恋愛。B。恋愛は時間じゃない。30代は戸惑っている。30代って。取り調べ開始。ヒント、嘘。
スマホ&電話、スマホ&捨てる、もうわからん、何言ってるか全然わからん。スマホ&電話、もしもし、はい、僕です、喜んでください。うっす。4、まだある。馬車がありに変わります。あ、そう。彼は腕は良いみたい。でもあの人はいつも大したこともせずに、許して返しちゃうんです。罪を犯した者は、必ず罰を受けなければならない。そっか。ビッグボス。まさよしくんの故郷、犯罪懲役行き話を聞いてきてほしい。犯罪懲。一緒やないか。前科のある者の心の拠り所。はあ、よし、聞き込み開始だ。何を？真面目で厳しい人だったの一点張りだった。何が？正義くん、どうしましょうか。はぁ、犯罪所へ行ってみよう。犯罪所、一緒やないか。帰ろうかと思った時だった。でもね、とあることで彼は帰ってしまったのよ。コンビニへ寄ったわ。うん。ずっと彼は抹茶ラテと缶コーヒーブラックを持って悩んでいたの。よう覚えてんな。どうしましたか。うん。続けてください。はぁ？手短にお願いします。手錠かけた。おう。行かれてやがる。行かれてやがる。大雨になり。ああ。五。正義に変わります。一体何の用事だろう。お久しぶりです。本当だよ、怒れよ。ん？ひょっとこ青年の影から、リップクリームの女の子。ははは！ん？そうか、はははは。元気そうでよかったよ。未成年淫行でこれ、逮捕ですよ。高校クビになったやつと女子中学生なので
逮捕です。だから正義さんは正義さんの正義を、下ネタ？おちんちんの話かな？貫いてください。おちんちんだね。まあそういうわけだ。は？回転寿司。またしか。なんだよ。は？は？ザ・エンド。みんなの憧れの職業警察。